皆さんこんにちは。今日は、クリエイターズカフェのお話をします。私たち印刷会社も、DM というとダイレクトメールと思います。今、通販の会社の人たちはダイレクトマーケティングと言います。私たちは今、Facebook だとか Twitter とかブログとか Ustream だとか YouTube だとかいろんな媒体でお客様との対話型のマーケティング、これをダイアログマーケティングと言います。その時私たちは印刷会社の仲間は、たくさん以前から知ってますが、例えば、ホームページも従来のホームページではなくて単品サイト、ランディングページと言いますけど、ワードプレスだとかジンドゥだとかいろんな、テンプレートがあります。そんなのも自由に使いこなさなければなりません。その時に資料請求だとかアンケートに答えるとか、予約を取るとか、はたまた、そこで、決済システム、これも EC キューブだとかペイパルだとか EX オーダーだとか、まあいろんな仕組みがあります。そんなものも私たちはすべて、用意しておかなければいけない時代が来ました。紙から QR コードとか AR とか私たちの持ってるレトロ QR コード、このようなものから、モバイルで動画が瞬時に出てくる仕掛けも出てきました。AR のことも覚えなきゃいけないし、それからシナリオ、CM というと、やはりテレビの媒体量が高いので、CM なんかうちなんか無理だよという話がありますが、今は名刺からでも封筒からでもパンフレットからでもポスターからでもQR コードを読み取れば、そこから、商品の説明だとかサービスだとか、イベントの案内だとか、いろんなものが動画で出てきます。名刺1枚が実は CM の入り口になるという、これを私たちは買って CM と言いますが、テレビだとか、ペイメディアで使うものではなくて、紙のメディアから、動画を出す、これを私たちは紙メディアと ICT、クラウドメディアの架け橋と呼んでます。紙メディアがあるからこそピンポイントで、その動画サイトに飛んでいける時代になりました。そんな時にはシナリオライターも必要ですし、ナレーターだとか演者も必要になってきます。そのような全国の仲間を今、集めてます。今回は東海地区で、今150人ぐらいの仲間の登録があります。これを関西でも関東でも、まあ、得意な分野を、皆さんから応募していただいて、逆にそれを使いたい人を今回を募集をして、必要な時に必要なスタッフを選べるような仕組みを、クリエイターズカフェと名付けました。詳細についてはまた説明会だとかいろんな集まりの時にご説明したいと思いますが、今回、クリエイターズカフェの、立ち上げ、実はこれは去年の12月に立ち上げました。そろそろ1年になりますので、1周年の集まりも用意をしていきたいと考えております。ぜひこの、クリエイターの力を使っていただいて、新しいお客様に対して、既存のお客様に対して、新しいご提案をされたらいかがでしょうか。